皆さんこんにちは、マリコチャンネルです。昨日の台風、皆さん大丈夫でしたか？ね、すごい風が吹いていましたけど、こんな台風のあとはゴミや塵がみんな宇宙のどこかに行ってしまって、星がとっても綺麗なので、今夜は星を見るの楽しみです。皆さんもぜひ星を見てください。そんなことで今日はですね、星の王子様のカップをみんなに紹介、これでお茶を飲みながらウクレレを弾きたいと思います。ちょっと飲んじゃうかな。おいしい、プーアルティでね。これも可愛いんだよ、星の王子様ね。これチョコレートが入ってたんだけど、アンジーちゃんにねバレンタインにもらいました。今はねチョコ食べちゃったから、こんな感じで筆箱にしています。お気に入りをまず紹介。それでね、この間半分青い見てました？最終回だったんだけどね、それの優子のね、最後よかったね、優子の遺言が、スズメ私の分まで生きてくれって言って、そして何かを成し遂げてくれって言ってましたけど、成し遂げる、私に何か成し遂げることはあるかなと思ったんですけど、私の使命は音楽と、ダンスの素晴らしさをみんなに伝えることなんで、私を通して、あ、こんないい音楽あったなと、いいなとか、少しでも思ってくれたら嬉しいなと思います。そして、今ハマっているのがですね、なんと今頃って言われるかもしれないですけど、フジファブリックにハマっていましてね、ラジオでね、この間ちょっと前にかかっていて、若者たちのすべて、そう、それがかかっていたんですけど、それがすごい良くてね、そこからもうハマっちゃって聞いていますけど、皆さんも好きかなね。で、茜色の夕日っていう曲が結構好きでね、そうフジファブリックの志村くんは富士吉田出身で、私の隣町の出身だそうで、太陽くんが行っているね吉田高校の先輩だそうなんですけどね、亡くなっちゃったんですけどね、とってもいいミュージシャンで、そんな亡くなった人の思いもそのままね音楽で残っていくと嬉しいなと思います。で、茜色ということで、今日はですねちょっと夕日をイメージして、私もちょっとオレンジっぽい服で、そして今日のお供はブライスちゃん、ちょっとオレンジの髪の、オレンジのちょっとね、50年代60年代っぽいファッションでお供してウクレレを弾いてくれます。ということでね、茜色の夕日を聞き語りしちゃいたいなと思っているんですが、これがね、難しい難しくはないんだけど、難しいね。で、もうちょっともっと朝やろうかなと思い出して、まだね、8月からウクレレやってんで、まだ2ヶ月ぐらいなから下手なんだけどね、お兄ちゃんが、正義、リップスティックチャンネルの正義さんが、お兄ちゃんがね、完璧にできるより途中が面白いんだよとか言って、経過が、K-POP もそうだけど、経過とかのその途中のメイキングみたいなのが見たいんだよとかって言ってたので、まあ下手くそだけどいいかと思って、演奏してみたいと思います。フジファブリックのファンの人はもし見たらごめんねでは外のカラスも鳴いたりなんかしてますが、行きたいと思います。もうタジタジですが、カラスが鳴いてます。「少し
しい思い出物になりました。晴れた日の心の日曜の朝、誰もいない道歩いたこと、茜色の夕日眺めてたら、少し思い出すものがありました。君がただ横で笑っていたことや、どうしようもない悲しいこと、君のその小さな目から
そんなことを、そんなことを思っていたんだ。って言いました。ウクレレっていいよね。もうね、私も昔は兄ちゃんとベース、兄ちゃんがギターで、私の主人が